ープありましたわ。赤テープはここから伸びてたので、アニメのマークがついてるから多分そうかも。あれをこぼせばいいのかしら。ジャンプでガツンとやっちゃいます。ジャンプでガツンってどういう意味だ。ダメ、ジャンプに気合が足りないのかしら。危なかった、棒が本当に突っ込すぎ。惜しい、もうちょっとで当たったのに。なるほどね。これで
で、なんで最後最後ね、最後、こう行って、まっすぐ。
ところってどこだ、ヨガ校ってどこなんだ、弱そう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 ってどこが弱いんだ、待って、これこういって横、横魔法陣でやった方がいいよな、また後ろから魔法陣で、いや、基本的にもね、でも可能性を信じて、あ、横に投げてきたら、
のか、なるほどね。オッケー。こいつね、横から入るところが強い。次、横。こいつ、うん。デッサンも狂ったことがないこの完璧なミーがまさかやれるなんて。アートは爆発ダンス。魔法陣が出てきました。紙テープを守っていた色鉛筆から出たならきっと大事な魔法陣かも。やりました、マリオさん。やりました、私。赤の紙テープをクリアです。これもマリオさんと私のおかげですわ。あ、袋がちょっと大きくなって持てる紙ペラも増えたみたい。さて、この勢いで次の紙テープもどんどんいっちゃいたいです。次は何色の紙テープでしたっけ。そうですわ、赤いお山の青テープ。次に目指すのはあそこですわね。よし、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ちょっと敵が強すぎた。だいぶ時間かかりましたけど、次回からは青テープの方に行っていきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。